はい、こんにちは。今回ですね、純正ナビはつけない方がいいっていうお話をします。ナビって2パターンあって、メーカーナビっていうやつとディーラーナビっていう、まあディーラーオプションのナビ、要はメーカーナビっていうのがもう車を製造してる段階でも取り付けてくるんで、これはもう外しようがないです。もうこれはそのグレードを選んだらそのナビが来るんで、もうそれはもうそのナビしか選べないんですけど、で私が否定してるのがディーラーのオプションで付けるナビっすね。カタログを見て、オプションカタログとか見るとナビをどうしますかみたいな、多分選べると思うんですよ。スペックがね、いろいろ。まあ、CD は聞けるけど、DVD 再生できないとか、まあ、Bluetooth オーディオが対応してないとか、まあ、そういう純正のナビって未だにあるんですよね。で、それが11万、12万ってするんですよね。そのポテンシャルのナビでそんなするんですよ。その他にも、その、録音機能がついてますとか、SD カードに、そのメモリーに録音していくようなタイプっていうのが多くなってきて、まあ、時代の変化とともに変わってはきてるんですけど、とにかく高いんですよね。で、今の時代と合ってないというか、社外のナビで十分なんですよ。本当に十分です。で、そっちの方がいいです。で、純正のナビってただただ高いんですよね。本当に。高い割には大したことないんですよね。今の時代、こう、ナビに求めてることっていうのは変わってきてるんで、例えばその、私もそうなんですけど、正直あのテレビすら見ないんですよね。YouTube が流れたりとか、音楽を流したりとかはあるけど、テレビ見なかったりとか。そういう人にとってはもうテレビすらいらないんで、モニターがあればいいんですよ。テレビを見たいよっていう人は、安いモニターのナビに地デジチューナーをつけることもできますし、それじゃなくても、社外で普通のナビで、あの、テレビも見れるナビっていうのもありますし、それも全然安くであるんで、あのディーラーのナビが高すぎるんですよ。本当にちょっと良くなったらなんか20万とかザラにあるんで、後付けできる選べるタイプのナビだったら、もう私は絶対純正ナビは進めないですね。今からの時代は本当に、まあスマホをつないで YouTube が見たいとか、まあミラーリング機能がついてるナビっていうのが、それじゃないとナビとして意味ないやんっていうか。で、そもそもナビって言いますけど、ミラーリングできたりとか、スマホつなげることによってスマホのGoogle マップとかがね、ナビに映し出せる機能とか、まあ純正のタイプでもありますけど、ナビのデータとしては、Google とかの方がいいじゃないですか。勝手に更新してくれるし。でも純正の部品をつけちゃうと、ナビとしての機能を考えたとしても、更新しないといけないし、年数経っていけばどんどん古くなっていくし、でもめんどくさいじゃないですか、その都度。更新するのにまたお金かかりますからね。無料のね、一部の更新とかありますけど、有料でがっつり更新するやつとか、数年に一回すると思ったらめっちゃめんどくさいじゃないですか。お金かかるし、純正のナビをつける必要はないんですよね。で、性能そんな高くないんで、性能高くないのに高いってね、一番意味わかんないじゃないですか。スマホのを、まあ三大キャリア、ドコモ、ソフトバンク、au とか以外でもやっぱり格安支部があったりとかするわけじゃないですか。もう私はね、ドコモの、アハモで契約してるんで、D カードゴールドとかも入ってるんで、1ヶ月に25ギガ使えるんですよ。毎日通勤で YouTube を垂れ流ししても全然余るんですよ。今その Android ナビって言って、3万とか4万とかであるんですよ。10インチの大きいモニターが。もうミラーリングもできるし、スマホとまあデザリングして使うこともできるから、今からもそんな時代になると思うんですよね。で、4、5万で、その10インチの大きいナビが手に入るんだったら、純正の10万以上、10万、20万するようなナビをね、わざわざつけることはね、わざわざね、つける必要はないと思うんですよね。なんで、その自分がどう思うかっすよね。ナビに何を求めてるかってすごい大事で、単純にそのモニターとして使うんだったら純正のナビなんていらないし、で、なんならその別にタブレットでもいいわけですよ。タブレットを固定できる環境を作って、タブレットを乗せてもいいわけですよ。だから新車を買うときに、まあ新車買って、ね、オプション部品選ぶときに、じゃあナビはどうされますかみたいな。なんか自然の流れでナビを、じゃあこの中から、なんか3種類ぐらいしかないナビから、って選ぶぐらいだったら、それは別に社外のナビでいいんで、で、社外のナビはどの車でも付けれるようになってるんで、純正のナビには
多分自分が求めてるスペック、自分がしたいこと、自分がナビのこのモニターにしてほしいことっていうのを純正のカタログ見て3種類の中からしか選べないとか、3種類4種類とかの中からしか選べないっていうなると多分合わないですよね。まあ一番近いのはこれかなみたいな感じですけど、まあオーバースペックであったりとか、いやその機能いらないとかあっても外せないです。もうその3種類ぐらいしかないんで。だったら社外品を調べて、ね、私の場合だったら別に YouTube が流せたらいいとか、ね、地図なんて Google マップがつなげればいいとかってなると、テレビとか見なくていいとかだったら、もう今Android ナビっていうのがすごい本当安くであるんで、もうそういうので私は全然いいですよ。でこのナビをつけちゃうと、そのバックカメラをついてるから、そのカメラの映像が純正じゃないと映し出せないからダメだみたいなことを、まあ、言う営業もいるんじゃないかな。これ純正のカメラがついてるんで、純正のナビじゃないと、映像が映し出せませんとかね。まあ、そういうことを言う人もいるかもしれないですけど、大丈夫です。映し出せます。そういうね、純正のカメラの、ね、映像の配線とかを、そういう本当の社外のナビとかに、つけた場合でも変換して取り付けれるようにして、ナビにカメラの映像が映し出せれるようにするとか、そういうのは全然あるんで、これは純正しかダメですっていうのは、それはただ知らないだけで全然あるんですよ。で、カー用品行って、今度この車を買うんすよねって言って、で、その車になんか純正でカメラがついてるんですけど、それも映し出せて、なおかつ大きいナビがいいんすよねって、金額これぐらいでないかなっていうのを聞くと、ああ、じゃあこれとこれつければつけれますよとかも全然あるんで。で、まあネットで調べても出てきますし、で、ナビって言いながらナビとしての機能をあんまり使わない人多いと思うんですよね。毎日ナビって使いますか？ナビですよ。モニターとして映像を流す機械としては使うけど、ナビとして使うことって多分ほとんどないんですよね。このモニターでは何をしてほしいかっていうのをよく考えた方がいいですね。なんで新車とかでこうオプション部品をこう見ながら、その3種類の中から選ぶっていうこの選択肢しかないってなると、じゃあどれにしようかなってなるけど、とりあえずまず自分は何を求めてるかですよ。そのモニターに、ここにつけるものとしてどうあってほしいかっていうのを自分で考えて、あ、じゃあこれとこれとこれの機能があればいいなっていうのは、まあ、ググってください。もうググったら出てきます。今はそういうナビとかネットで買ってそれを取り付け依頼っていうのをして、受けてくれるとこは多いです。とかもうカーショップに行って、もしかしたらそのいいのがあったりするんで、ただ大きければいい、大きくて映像が映し出せたらいいっていうんだったら、 Android ナビとかのほんと3万とか4万とかのやつで全然いいんですよ。メーカーナビは、まあ最初に言ったように、メーカーナビは仕方ないですよ。もうついてる状態で来るんで、そのグレードが。そのモニターをね、ナビをどうしようっていう選択ができるときに、そこのカタログに載ってる3種類ぐらいしかないナビから選ぶ必要はないですよ。で、大体ほんと高いですからね、純正のナビ。高い割にはっていう商品がいっぱいあるんですよ。なんで、絶対社外の方がいいです。で、例えばそういう車屋さんの営業マンとか、まあ整備の人とか、音楽をこだわってる人とか、ちょっと音質をいいのがいいとか、やっぱりそういうこだわりがある人は純正のナビつけてないですからね。ディーラーの人ですら純正のナビはつけてないです、本当に。そういうなんかね、音楽とか好きな人とかは特に、ディーラーで勤めてる人間でも純正のナビをつけてる人はいないです。そんなに興味ないよって人はそのままつけてる人いますけど、ディーラーの人間ですら純正のナビって選ばないんで、もうその金額だったらネットで調べたらもっと安いのあるし、ナビはね、ちょっと純正のナビってほんと高すぎるんで、スペックの割にはほんと高いんですよ。だったら絶対社外のナビを検討してつけた方がいいと思います。で、私のおすすめはほんと Android ナビっすね。今のスマホの契約とかでギガ数に全然余裕がある人、もう絶対 Android ナビとかでいいっすもん。まあもちろん Android ナビってテレビが見れないってあるんですけど、別で地デジチューナーをつければ見れますからね。プラス2、3万かければ見れるんで、10インチのナビに、地デジチューナーを別でつけて、そうですね、部品だけで7、8万あればそれ10インチのナビ手に入りますからね。テレビも見れる、
機能がついてるやつ、コスパ的には本当それがいいと思います。だってそれ純正のナビでそんな機能ついてるなんてないですからね。本当に自分がどういう機能を求めてるかっていうのを考えて、そこから選択していった方がいいと思います。はい、ということでね、今回ちょっとナビについてお話をしましたけど、また近いうち動画を上げていきますので、よかったらチャンネル登録と高評価、あとコメントですね、よろしくお願いします。バイバイ。